はいどうも、こんにちは、ヒカルです。今回ですけども、ちょっと名人から LINE が来て、それ開いてみたらなんかヤフオクのページだったんですよ。で、そのページ全部見ていくと、1円出品でポケモンカードの PSA 鑑定10点のやつが50個ぐらい出品されてたんですよね。で、俺それ朝起きてみて、それあ、そういうことかってなって、今動画これ回してるんですよ。全部落札しろってことやんな、名人。まあそうですね、やっぱり。いやいや、見つけてくんなよ。だから金が何倍あっても足りひん。いや、最近買い物したよ、覚えと。何がですか？何がですかって言われて、1100万円ヒカルの金やけど稼いだ。それを全部ポケから変わったわけやん。もうそっから早すぎるやん。もうまずだって1週間経ってないよこれ。慌てんなよ。いやいや、慌てるやん、そんな。どんだけ買わせてんの、いいじゃん、ほんまに。いや、でも見つけちゃったんすよね。いや、見つけたら黙っとけばいいんですよ。俺も届いたら、さすがにやで、名人が1週間ぐらいかけて見つけたわけやろ。そんだけかけて見つけて。数秒やろ、不意にはできひんやん俺も。だから今回ヤフオクに出品されてる PSA10 点のやつ全て落札したら一体いくらお金がかかるのかやっていこうと思います。見たら分かんねえ。見たら分かんねえ。それ1円出品したら1円出品上がっていくから、分かる？あいさん、1円出品で上がっていくわけだから、落札するときには値段が変わっとるわけ。話理解せな。いや、そんなとこで男気出す人ないんじゃないか。全部の商品を落札するっていう、うん、いや男気とかじゃないですよ。俺欲しいんやから、だって10点の商品集めとって言ったやんから俺。でそれがそんな大量に出品してくれる人あんまおらへん。ヤフオクやっぱ好きなわけ俺。落札するの楽しいねん。怖いけないヤフオク、うん、で蹴っていったのかなと思って、全部と。もう今すでにスタートしてて、コレクションショップ屋っていう人がやってるんですよ。で自己紹介見ると、 PSA 鑑定済みの本物が保証されたもののみ販売しておりますと、全て私自身で鑑定依頼をしたワンオーナー品ですと。だからこれ買うしかないんですよね。もうこれ俺のために出品されてるもんやと思うんです、このタイミング的にも。いや、それは多分違うと思う。でほら、例えばこれマリーとかね、シールドマリー PSA10 点が今26万9千円まで上がっちゃってるんですよ。だいぶ入札されてますよこれ。だって25件いくしかないでしょこれ。これ何本で買ってんだっけ。俺はこれ多分1枚30万ちょっとぐらい出しちゃうな。それぐらいいっとる絶対。30にしとくか。じゃあこれ入札いこうか。イエーイ。いけ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 。いやー、でもどんどん上がっていっとうから、どうなるんやろ。とりあえず30万でいっとくわ。あんまちょっと300万にしとくか。危ない危ない。いったら30万入札や。うらー、俺が1番になるで。よっしゃー、あなたが現在最高の入札額です。イエーイ。29万もなかった。いや、折ったってことや。折ったってことや、これだけ。29万まで出すっていう。やばい、残りだって6時間しかないですからね。ちょっとこれ怖いな。もうちょっと上げとこうかな。まあいいか、一旦今はいいか。まあこんな感じで10点のものがもうバカほど出てますと。はい、これルザミーネ10点。俺これ持ってなかったんちゃうかな。ルザミーネ聞いたことない。俺多分おらんかったよなこれ。初めて見ました。うん、多分これ俺持ってないと思うんな。ちょっと価値分からへんから、とりあえず25万ぐらいしとく。もう分からへんけど、いったれいったれ。でも安く買えるはずやもん。よっしゃ、最高に。よっしゃ、おい、15万もなかった。オッケー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 。もう俺はもう奪うで、ね、全部カッサラーに。おブラッキーも出とんねんこれ、ほら。うわ、出た。もうこんなん俺が保護せな。もう30万までは絶対あれやもんな。足が保護せない、いかんでしょうこれ。入ってきそうやもん。いかんでしょうよこれ。35万ぐらい出すべきやろブラッキーやったら。いけ、よし、最高額きた。25万。よし。おお、でも25でもし買えたらやばいけど、それはないやろ、さすがに。まあ、こんな感じで、マリーのプライドもね、これ4万5000円でしょ。10点でしょ。マリーだったらもう、倍付けや。うん。倍や。全部倍したろ。かかってこい。6万2000円もなかったわ。おー、結構。やっぱだから、結構やっぱいい価値するんだ、僕。あと、このね、セレナね。ああ、人気やもん、セレナ。これやばいで。20ぐらい。これ20いっとくべし、べしでしょ。11万で出るんだ、これ。20万。いくらだからやろ。いくべし、いくべし。今んとこ全部ね、順調に最高額いってますね。すごいな。うん、だって周りのプラグがもう一個あるからな、これ。ええー。これ別やねん、だから多分。凄まじい数の出品なんですよ、これ。一気に出るんですよね、10点ばっかりが。もうここぞとばかりに。これはいかなあかんでしょうよ、と。わしが。その人からしたら楽やもんな。距離だ、距離。いや、まあそうや、そうや、そうや。そう、そこで。得やからな、お互いに。まあまあ、そうそうそう。得ではあるやろ。うん。よし、一人で済むからな。うわ、サナおるで。サナ、ただサナめっちゃだからレアって言ってなかったっけこれ。言っとった気すんねんけどな、気のせいやったかな。そうある。一応10万まで入れといたわ。サナ今日マリー2枚もおるやん。へえ、その人すごいな。シールドマリーマニアやったかな、その人も。うん、これ行くべきですね。もう一回30でいっとこう。うわ、25万まで上がった。やっぱ全員結構狙ってきとるな。あとギラティナとかおるで。ギラティナ10点。ブラマジガールもいますね、ポケカだけじゃなくて。しかもステンレスでこれ。ステンレス、これどれぐらいの価値なんやろ。今3万円やけど。いや、高いんだよステンレス。分からへんの、ブラマジガールの価値が。もうとりあえず10万ぐらいいっとく。一旦もっと高そうやけどなこれ。え、自動ミスだった。うわ、負けたんやけど10万で。え、この野郎。ブラマジガール20万いったれ。ふざけんな。うわ、もっと負けた。20万で負けたんやけど。くそ、ブラマジガール。この俺に戦い挑んでくるとはお前いい度胸じゃねえか。30万いけ。よし、
しゃー何も入れた30万で21万6000まで上がりました、まあ、最初3万やから油断しとったらでもまあ価値あるもんな絶対ブラマジガールいやしかも可愛いやんブラマジガール俺はあんたの上を行くぜ誰か分からんが俺と勝負しようというならいつでも来たまえ俺がその上を塗り替えてやろういけ20万よしもうな片っ端で行っとったらもう絶望させたろ全員もうこいつには勝てないって思わせるのが勝ちやろ、うん、大事なそこやろこの人には多分勝てないって思わせたらもう誰ももう入札してこないやろ、まあまあまあ、俺は行くぞオークション会に殴り込みしてるんや殴り込みやお2枚セット買いの10万円で入っとるな倍付けよ結局全部一体この眠らした倍付けが時間経ったらどうなってるのかってことですよねで結構だいい勝負する可能性あるからなほんまにこれ全然あるでもやるならとことんまで付き合うで俺は俺の拳がなくなるまでな俺の目が黒いうちはあんたに落札させないよルギアもおるやんルギア V うんルギアも言っとったろかいやもうこれ多分やけど普通に店舗で買うよりヤフオクで買った方が安いと思うよそのはずそれは多分確実だと思うだからどうせ店舗で PSA10 点を買うんであればここで買った方がお得なわけよだから俺もこれ踏み切ろうと思ったどうせ俺集めるわけ欲しいわけ10点がでしかも店舗行っても10点そんな置いてないだからこういうたくさん出してくるとチャンスだと思っとうから俺どんどん行ったろうっていうことですね一番恐ろしいのはなんか店長も言っとったけど PSA の詐欺みたいなのが流行っとるみたいなこと言っとったよああ言っとったな確かにそれが怖いの俺が思ったのでもこの人めちゃくちゃ評価高いじゃあ大丈夫本人認証済みでもう2700件ぐらいやり取りしょって高評価ガチでちゃんとしてそうな感じだから、はい、大丈夫もし仮にこれが詐欺やった場合どこまででも追い回してあるから覚悟しろよほんまに覚悟しとけよマジでそれはそれはその時また別の動画上がるからほんまにそれはもう許さんぞほんまそれそんな逆に正義の鉄槌クラスまで俺行くからマジで探し出してその場では気づかんと思うやろでも、まあ、それだから持っていこうと思ったから俺査定にとかああなるほど、ね、それ気づくやん確かにこれがほんまに自由なのかあとさもうそのネガティブなさ声やめていやいやリスクとして一応それはいいと思わへんかったらもっと上げてこうやもっと上げてこうや魂感じてこうやもっともっと PSA9 点もあるんですけど9点はね、まあ、あんまりまあまあ確かにそそめたら今回10点だけピンポイントでいきますえ何これ幻想の皆山同士20周年シークレットめっちゃ怖いブラックマジシャンガールの子供みたいなやつの10点評価あるこれ高そうやな分からんなこれ相場が幻想のちょとりあえず11万でいっとくよし最高が来たもう回3枚セットとかあるやん何枚持ったのこの人この人マジでやばいなこの人マジでもう一番今がこれだと思って出したのかな一番上がったのかなそうかもなえぐい数あるでほんまにえ多分全部今塗り替えていっとるはず俺がありすぎてなんかどれか分からんけどでも俺なちょっと前に1100万円分ポケモンカード買ったわけそれですごいこう視聴者の人からもうめっちゃ良かったみたいな声が来て再生数以上にやっぱなんかこう良かったみたいなこと言われたわけそれが俺は嬉しくてで俺自身もポケモンカードにほんまにハマっとうからもう集めとって楽しいしで見てくれとる人も喜んでくれたらもうお互いウィンウィンやなってなってるんですよだから俺今回も全部競り落とそうって思ったんですよねハマっちゃってるんですよポケモンカードに心の底から特に美少女そしてブラッキーで今回はほとんどが美少女なんて出てるのこれは行くしかないといやこれな1枚持ってても嬉しいなんてもちろんでも10枚あった方がもっと嬉しいし100枚あっても嬉しいからさやっぱ並べたいんやなやっぱなんかもっと欲しいってなったよねもうずっとこのなんか頭の中かもなんかずっとポケモンカードが美少女がずっと俺の頭の中ずっとぐる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 支配しとってそんな矢先に名人がこの送ってくるからさじゃあ行くしかないやんってでも俺ちょっと気になるやんってこれ全部落札していくらぐらいになるやろと思うでも1万あたりその100万超えとるやつが今のところ多分ないからこれプロモ系やろほんまに高いやつがないからもうバケモンみたいなそう考えるとそこまでいかんのじゃないかなってそれなりでいくと思うででもある程度止まるんじゃないかなと思ってんのこれ全部落札できたとしてもだから見張っとかなあかんからなそれちゃんとチェックしとかへんかったらこの貝の3枚セットとか何枚出しとんぐらい出しとんのこの人えぐいぞこれ貝の PSA10 点何枚も取ったんこの人貝多いな貝化け物メイメイ10点がメイ13万で出とうメイ高いからなこれ今これは20 25万ぐらいいっとかなあかんなメイさんはねこれはいっとかないとねマリーがめっちゃ多いかわいいもんなマリーのプライド多いなマリーがめちゃくちゃ高騰してるって来てましたよそうだねなんかヒカルさんがマリー買い占めるって言ったからメルカリでめちゃくちゃ高騰してるそう分かれたんやマジでこれ俺のために出しようって説あるやっぱこれ維新伝心なんじゃないマリーどれぐらい上がったんだってめっちゃマリー確かおれんってこの中に可能性はあるかもしれないマリー高騰の原因作ったら俺かもしかしてこれまさかの俺かピカチュウスイッチスカーレットバイオレットプロも10点3200円これ何やこれ高そうじゃないぞ一応これ入れとく3万ぐらいよく分からんけどとりあえず多分落札できるやろ俺であの1100万で使ってからずーっと眺めるもん毎日俺一回だってあのベッド広いからさベッドの横寝転がってこうやってパーって横に全部並べて寝とったもん普通に1時間ぐらいどんな寝方なんですか寝られたへんよね気をつけて危すぎやでもそれだからもう手も動かさへんのよ一旦寝てあーやって回収してもう一回またあたしけずしまってっていうめんどくさいけどそれが幸せな結局幸せってそういうことよでも壁に埋め込みをやったらやばい爽快やないややばいと思うんですよもう全部マリーで並べるとか、うん、美少女だけでアートだからさもうここまで来ると何このピカチュウプレシャスコレクターボックスプロも可愛いこのピカチュウ何これ初めて見たぞこんな7万ってこと高いなこれこれは欲しいなもうなんか似たようなやつばっかりやなこれラスト
マリーですね、入札完了。でウォッチリストの方に載ってますね、もう大量に現状、まあ、一応全て最高入札額中なんで、ここが塗り替えられるようなやつがあればもう行きますよ。全部で41個オークションに参加させてもらいました、まあ、これを全て落札します。では準備整ったんで、あとはもう時間経過を待って一つずつ落札していくだけです。で合計金額いくらになるのか、そしてその勝ったやつを査定に持っていったら一体いくらで買い取ってもらえるのか、そこまで全部やっちゃおうかなと思います。これ並んだら爽快やぞ。これ多分マリーとカイがめちゃくちゃ多い、どっちも俺好きなんだ。あとちゃんとブラッキーもおるし、俺が欲しいものばっかり出してくれてたんで、そこがめちゃくちゃ嬉しいですね。待って、マリー30万高値更新された。こんなすぐに来る、速攻35万に上書きしよう。くらえ、要はこれ30万9000まで来てましたね相手。油断できんぞこれ、そういうことしてくるんや。絶対に許さんぞ俺は。特にマリーに関しては絶対死守で、シールドマリーはもう俺はもう保護しないといけないんで。では一発目の落札の時間がね5時間50分後なんで、その時間まで待ちたいと思います。では時間になりました、残り6秒、落札できそう。74,000円、お1秒、来た、多分落札できましたこれ。おっしゃ来ました、マリーのプライド74,000円で PSA 10点ゲットです。これは結構安いんじゃない、前多分もうちょっと高くで買った気すんねんな俺。まあでもとりあえずゲットしました。この調子であと8分後9分後に次々と入札してるんで全部落札されていくはずです。まあ現状、おブラマジが負けとる、負けてますね高値で。ちょっと言っときましょうか、入札入れときます。 OK、 最高入札額になりました。負けてるやつだったら上書きします。まあまあまあ負けてないですね。マリー32万まで上がっとるやん、やばいな。片方25万やけど、これちょっともうちょっと上げといた方がいいなこれ。マリーやばい、25じゃワンチャン引かれるな。35まで上げとこか、よし、もう絶対防御将軍で OK。 あと10分後ぐらいで一気に10個ぐらい落札が決まるんで、そこまでちょっと待ちたいと思います。では10分が経ったんで見てみますか。更新、うわ残り1分、いけそうやな。買い62,000円、絶妙な感じで見守ってますからね。残り1分7秒、もう10万までこれ自動2冊してるんで、さすがに負けないでしょここからは。勝ちは硬いな、うん、硬くいかしてもらいますよ。はい、いきました、きた、落札した、オッケー、あざっす。62,000円いっちゃいました。あと10分待てば一気に10個おそらく落札できるんで、ちょっと待ちましょうか。おそらくもう自動入札いっちゃうと思うんで、もう安心しながらウイニングランしたいなと思います。では落札が終わったんで見てみましょうか、ウォッチリスト終了画面。おーすげえ、やばい、絶景ですね。貝2枚セット127,500円、3枚セット19万で、シルタリさんのテールナ、まあ、これね安い15,000円で、セルナ SR12 万そしてなんといってもマリーですよね、はい、こちら32万円で落札しました。なるほど、はい、ありがとうございます。これはでかいっす普通に。でセルナもう1枚2枚目ので、まあ貝だけで言っても1,2,3,4,5,6,7枚、貝の PSA 10点が7枚ですね今回。一気にマリーと貝を大量ゲットしました、まあ、残ってるやつもまだまだマリーと貝がいっぱいいるんで、まあ、この辺もね一気に獲得できたらなと思います。ちなみに PSA 10点のやつが今どんな感じのやつが出品されてるのかっていうのをちょっと興味本位で見てみようかと思います。うわ注目のナンバーは何これ、N の10点30万、ソッケット37万、ピカチュウもおる10点30万、ルザミン23万、やばめっちゃおるな10点ってすごい数おるわ。一番高いの何がおるんやろ、 N が一番高いかな、高い順、何ぼこれ、1,10,100,1,000,10,100,1,800万、ロイヤルマスク10点、あ有名やんそれ、やばいなこれ、うわ990万もある。なんかポケモンカードいい、クリスタルタイプ初版完全セット全部の PSA10 点やばこれ、うわ何これ、キモリ10点300万何やこいつ、高すぎやろこれ、うわ PSA10 点連番榊の計画ロケット弾3乗200万、即決やば、うわ頑張りリリエ160万、何このピカチュウ、すげえピカチュウおる、アニバーサリーフェスタプロも150万、えぐっ、バケモンおるな、おブラッキーおった、 PSA10 点の、うわ何このブラッキー、即決ブラッキーナイトバトル優勝プロも、何これ、うわ絶対これ怪しいやん、中国版かこれ、それ怖いやつや、うわ帽子リリエ PSA10 点おる80万、リザードもおる80万、うわーすげえなこれ、こうやって見とったらめっちゃおるんやな、いろんなカードが。でもルチアとかめっちゃ値段上がっとるやん、俺ちょっと前買った時50万ぐらいで買ったんですよルチア、今もう55万っすね現在。あーでもこのブラッキーも確かにちょっと欲しいな普通に。でもなんかブラッキーよりもこのリーリエがねやっぱね好きなんすよね、このガンバリーリエ、これ俺チェキ帰った時にリーリエのポーズで撮りたいですっていう人めっちゃ多かったんで、ファンの人も俺がガンバリーリエ持つこと多分望んでると思うんですよね。ガンバリーリエねーこれね、まあ、今回ね一番高いのマリーだったんですけど、まあ、ノリでいっちゃおうかなこれ、どうするマイスさんこれ、いやー行く、頑張りリリエ頑張る、頑張っちゃおうかなこれ。もう可愛いんやってマジで、頑張りリリエはめっちゃ可愛いな、可愛いな、いやこのな帽子リリエは俺あんま好きじゃないね正直、頑張り
リレーめっちゃ可愛いね。しかも金髪やし、しかもなんか良くない、この頑張りリレーっていう、このこれが頑張った感じ。そう、演技めっちゃいいよな。演技俺も頑張る感じだ、ね、頑張っちゃいます。客の趣旨から外れちゃうんですけど、もうおまけで行こう。これ入札残り3日なんで、まあ、これ頑張って180万ぐらいで。うわー、頑張りで。じゃあこれ1800万だった。危なかった。無駄。1800万で入札してもらった。行ってこい。180万で入札します。負けた。180万で負けるんやけど。だって俺ちょっと前に180万で勝ったからな。マジで。強っ。180で負けるんや俺。190いく？190行こう。もう許さん。まあ、3日ありますからね、あと。おっしゃー。180万1000円で今あなたが最高額入札者です。気持ちいい。視聴者の画面だ、これは。これ3日後ね、何度かこれ競り落として。まあ、そして、まあ、おまけ出ちゃったんですけども、PSA10 点ばっかり競り落とした結果、一体いくらになるのか、というの結果、発表したいなと思います。では、すべての落札が終わるまで、ついに、届きました。こちら。ヤフーオークション、すべて落札、完了しました。うわ。はい、やばいっす。一応ね、その証拠の画面、画像載せておきますね。トータル金額、638万9042円と。いや、もう高すぎるけ、これ。ちょっと待って、これ、前買ったデュエマと同じ値段してるじゃないですか。だからなんか、ね、ま、なんか、数が多くて、俺は、なんかその、名人が置かれてた時、パッと見た時に、あ、まあ、これぐらいだったら2、300かなっていう感じしてたんですよ。ただ、頑張り入れもいっちゃって、1枚30万やったら、なんかちょっと、微妙かな、みたいな。動画的に盛り上がるんじゃないかなと思って、なんか別の人が出してるオークションがおすすめに乗ってきて、あ、じゃあもうこれも行っとこうと思って、頑張りリリー俺欲しいし行っとこうと思って、頑張りリリーが想像以上に高くなって200ちょっと行っちゃって、お前でした頑張りリリー1枚か、そうで、トータルが600超えちゃうというね、悲劇悲劇悲劇なんですけど、言っても物はありますから、まあまあ、順番開けていきましょうか。じゃあまずこちらからいこうかな。結構デカめの段ボール、重そうっすね。おお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 おまけです、おまけ、マジで、おまけと、あんたこんな勝ったから、やばやば、さすがにと思ったじゃん、この人これ優しい。じゃあちょっとこれ見ていきますかね。おしゃー、忘れちゃった何があったか。うおー、しゃー、はい、行きました。うわ、セレナ、メイ、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ、まあ、この辺のピカチュウ多分高くないんですよ。サナ、このサナもいいじゃない、まあ、新しいサナなんですよね、だからそんな高くないです。ケールナ、シルタリスで、これやばいっす。裏マジのステンレスかな、出た、これですよ、めっちゃ高かったよな、30とか。これね、ステンレスのめっちゃ可愛い、可愛いな、これかっこ可愛い。しかもこれミラーマジこれの20周年記念、これですよ、めっちゃ高いんですよ。あとはこの新しい遊戯王のブラマジガール、うわ、10点ですね。あ、すごいな、すごいぞこれ。で、うわ、うん、セレナがもう1枚、はい、2枚、すごいな、もう1枚で、もう1枚多すぎるやん。セレナ5枚、5枚で5姉妹で、次がマリのプライド、うわー来た、プライド、うわー、プライド、プライド、プライド、すごい、プライド、どんだけあるの、プライド、次シャイニーマリ、うわー出た、シャイニー、シャイニー、そしてうわー、シールドマリー、よいしょー、これが一番マリーだけで、だからこんだけ、これすごい。シールドマリーが今もう30万もう余裕で超えちゃってるんですよ。俺が集め出した時からもう多分5万ぐらいは上がってる感じしますね。だからシャイニーマリーもだってこれ今10万確か超えてますね。え、そうなんや。でマリーのプライドも確かめっちゃ上がっとるよね。なんか確か上がっとった。そう、めっちゃマリー自体がそもそも上がってるっていう。で残りなんですけど、これすごいっす。これまあカイさんね、こっからやばいっす。カイラッシュ、うわー、カイラッシュっすよこれ。ず全部カイっす、これ。ほら、やばカイ、どんだけあるんすか、こんなあった。カイはね、なんか2枚セット3枚セットが大量にあってそれ全部落札してたらなんかすごい数になったっていう。やばいっすよ。確か数えたんですよ、こっち側で16枚ぐらいあったんだ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16回。はい、16体じゃなくて16回、16回、はい、すごいぞあると。絶景ですね、やっぱ。あとね、 PSA10 点がいいね、この入れ物がよくない、一気に友達になれたもんな、またこいつらと。すげえな、コレクションが、コレクションがまた増えたということで、カウント始めるレベルっすよ、はい、確かに。店頭並べたら全然ありやな全然ありっす。じゃあちょっとおまけ、あー確かに気になるわ、これいきますか。じゃあ何入れてくる、遊戯王カードっぽいぞ、これも入っとんや、しかもちゃんと PSA、ワンチャン10点これ。えいきます、うわ、えー、えー、
レッドアイズの あのこのこっちこっちのラッシュデールの方や。こっちと同じ。本当だ。でもラッシュでもさ、確か高い高い確か。しかも絶対価値上がるやんこれ。うん。知ってんだ。そう、ラッシュデールがもし鑑定で終わったら、これもどんどん上がっていくっぽいから、ね。レッドアイズかっこいいねやっぱ。ってことはこれプラマジとかもしかして。うわレッドアイズ。レッドアイズなんだ。3枚だねこれ。うわー嬉しい嬉しい。おまけでくれるってやばいな。多分なんか数千円か数万ぐらいすると思うよこのこのレッドアイズ自体すると思う。だから多分 PSA10 点やったら1万超えるんじゃない普通に、うん、おまけでつけてくれるありがたい。ありがたい。ありがとうございます。で次多分ちっちゃいやつやばそうだからこれいこうか。じゃあこれほんまにカード入っとんかなってくらい軽さ。おお来た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 。だいぶ厳重だな。厳重。これやばいやつかもしかして。えちょっとどっちなんやろ分からへんねん俺もここ何が入ってるのか。かなりの厳重サイズ。一番厳重っすよ、うん、なんなら一番厳重。もうこれ先開ける方がいいかも。まあ確かに。これ最後か。ちょっともう多分1枚だからな、うん、これ最後にしようか。じゃあさっきこれいこうかな。おいしょー。もっとおまけ入ってる。ほんとだ。優しい。この人だって同じ人やね。確かに買ったの同じ人だ。そうなの。おまけ2回つけてくれとってやばいな。優しすぎるやろこれ1枚で。うわちょっとやばいですけど。これポケカじゃないですか。しかもしかもポケカか。うわこれあれかも。これでもリリリエじゃないと思うけど。いきます。うわルザミーネ。ルザミーネ。このルザミーネも今めっちゃ上がってるんですよね。多分これあんま持ってなかった気する俺。持ってても多分1枚か、うん、持ってないかぐらいのレベルです。そう嬉しい。おまけ多い。じゃあおまけもこれ本が多いよ。5枚。うわすごい。えデュエマのデュエマのおまけ。えっ、ー、何これすげえな。しかもちゃんと全部10点にしげるとあたりがさいけやん。ほらめっちゃ、やばいきます。じゃあえかわいい。悪魔竜ダークマスターズ。あれめっちゃ可愛い。もう女の子だから多分人気なんじゃない。うん。次。うわ、可愛い。可愛い。え？ガイアシュカイザー。可愛すぎやろ。こんな美少女系おるに。擬人化したんじゃないこれな。ああ。悪魔竜とか描いとるから。次。うわ、キャリア。シフーリ。全竜。竜なんや。可愛い。うわ、メガマグマドラゴン。可愛い。五属性おるってことだ。めっちゃ似てそう。うわ。可愛すぎるやろ。これは謎やな。ちょっと価値がターン5ドラゴンって書いておくからサマーって書いておくから多分まあこれ同じ種類のやつなんでしょうね。うん何消えないのマジで。あ見たことない。イラストこれ斎藤直樹さんや。ほら書いてリーレイと書いておく全部斎藤直樹。ほんまじゃあそこあれあえてえすげえ。絶対高いよ。これやばい。ある程度値段、うん、ポケモンカードのガンバリーレイとか僕が好きなマリーとかシールドマリーとか全部斎藤直樹さんの方がイラストなんですよ。マジですごっ。えもしかしてこれってさ全部斎藤直樹さんのイラストだったってことで撮ったやつ。もしかしてだってそれはないじゃん。この絵とかもめっちゃ斎あこれは違うけどさこの絵とかもなんか斎藤直樹さんっぽくない。直樹斎藤やこれ。ええー、あこれは違うわマリのプライド。でもこの絵は斎藤直樹さんです。西田さんすごいな。すごやばいぞこれ。ちょっとこれ名人調べてもらおうかで一回、うん、レッドアイズも込みで。確かに値段気になる。価値がこれぐらいの価値が分かんないんでね。これおまけやからな。いやすごいこれ。だからやっぱこうやってまとめて買ったらお得になるってことやねん。ヤフオクでおまけなんて聞いたことないやろ。でも本人の優しさだけ聞いてこれすごい。やっぱたくさん買ってくれたからお礼にっていう。すごいなこれ。ただただいい人っていう、うん、ヤフオクでおまけなんて聞いたことないもんな。確かに初めてやもん。意味ないしおまけする間違いないです。で次これこれもなんか多分やばい。ちょっとやばそうっすね気がする。俺ヤフオクでこんな買うの初めてやわ。こんな大量の数買うの今までなんかさ高い福袋みたいな怪しいやつ引退が買ってきたけど怪しいやつ多かったやん。はいちゃんとしてるもんだこれ。おお2枚2枚やこれ何なんやろ。ちょっとやばいそう。ちょ思い出せんな2枚何なのか。マリー来い。マリーが好き。おお、ルギア買っとった。そういえば出ました。かっこいい。まあ、これ大体およそ10万ぐらいですね価値で言うと、はい、そしてお次。うわあ杉名さんねこれね。かわいいな。いやいいなこれ。ルザミーネも嬉しいしやっぱなんだかんだマリーはね確保しておきたい。すごいもんなこれやばい。じゃあラストね。うわいよいよ。あこれ見れるんか。これですよ。これやっぱちゃんと厳重にしてあるな。やっぱ一番やばいやつってことでこれだけね出品者が違うんですよ。だから他全部一緒。そう他全部一緒の人から買って今回そういう趣旨やったもんな。一人の人がめちゃくちゃやっとうからそれ全部落札したら一体いくらになるのかっていうテーマやったな最初。いやもうこれは全然関係なく関係ないっていう、うんはい、そうそうそう。暴走によって25万ですから。この熱い暴走によって生み出された魔物と言ってもいいでしょこれは、うん、これだけ高かったかな。えこれ高いガイアシス。これめっちゃ怖いもんな。2万ぐらいします。ってことは4万ってこと。じゃあ4万5万ってことやな、うん、とそんぐらい。すごっ。10万これめっちゃ怖いもんな。確かにですね。こんなん持っときたいもんずっと。美少女コレクションやだってこれ可愛すぎるよな普通に。めっちゃ可愛い。イラストが知らんかってもなんか持っときたいやん。これやばいな。ガイアシュカイザー他の10万はどうだったの、うん、5000円前後言ってもこれでも1万ぐらいするもんな。1個結構するもん。これだから10万ぐらいするやんだからここだけで、うん、じゃあすごい厳重やわこれ。ほらちゃんと。うわ来た。最後にこれこんな感じのパケに入っとるよ。ほらパケって言い方って厳重。でもこれがせなあかんわなこれ。まあまあ確かに。これめちゃくちゃ見せてくれ。いきますせーの。
はい、うわー来たー、頑張りリリエさん、かわいい、10点。やっぱリリエやっぱ圧倒的じゃない、花すごい、この花よ、ほら並んだ時にさ、やっぱリリエすごいよな、うん、200万だけど、なんかもうプロモ感あるやんこれ、なんか、うん、でもこれが普通にパックから出てきたわけ、やばいよ当時、やばい、おかしくない、やばい、ただの SR やねこれ、いやそう、ほんとに7000円だよ最初、そう、ただの SR が今もう価値上げに上げて、今これ普通の PSA ない状態でも備品で100万ぐらいするんですよ、 PSA 鑑定やれてたら買い取り200ぐらいします、もうまず買い取り200、買い取り200ぐらいします今数年後な、わざ1000万ドルの可能性あるもん、まあ、全然ありえる、可愛いもんマジで、圧倒的にこのデザインもやばい、マリーも俺いつか100万超えるんじゃないかと思ってんだ、これもう可愛いしさ、しかも手に入らへんやん、確かに、いやーこれはマジ嬉しいっす、ちなみに僕の推しのこの2枚、マリーが多分もう7枚目ぐらいかな、でこの PSA 10点が7枚目ぐらい保護するの、リーリーに関してなんですけど、これねまあ1ヶ月半ぐらいで現状5リーリーです、5リーリー、はい、じゃあ1000枚いってるってことですか、それだけで、いや PSA10 が3枚で普通が2枚やから、あ、なるほど、まあ言っても700万、うん、すごいけど、はい、1ヶ月ってやからな、これ5リーリー達成しましたよ、でも1ヶ月に4リーリーぐらいは1回毎回保護したくてその活動的にね、早めに買うにこそなるの、そう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 、保護団体、どんどん上がるリーリー保護団体の人だからうん、だからもう保護しないといけない使命感なんですよ、もう半分ももはや、リレー60枚、リレー60枚は夢の夢やな、これな、やばこれ多分60枚集める59枚くらいで果てて死ぬんじゃないかほんまワンチャンなその可能性あるで、テクノブレイクするかもしれない俺テクノブレイク起こすかもしれんぐらい、これはすごいです、すごいねこれも、圧巻の光景、嬉しいな、出た目に状態 B で880円、あって2000円ぐらいじゃない、まあ確かに、ね、S でくらいです、だから4、5000円ぐらいかな、多分これレッドアイズのおよそそれぐらいかなと思います、多分一番高いのリーリエで、2番目がルザミーネかマリー、ルザミーネは高いんだな、マリーネは高いよ、いいぐらい多分勝負します、結構セットったここがルザミーネすごい、うん、ルザミーネもう一つのバージョンも高いからな、そうね、まあ、闇落ちバージョンみたいなのがあって、ルザミーネなんか、それも高いね、欲しそれ、多分持っとったと思うで、1枚だけ闇落ちみたいなルザミーネ1枚だけ持っとった気する、それで、もうそろそろ僕ねこれ金庫に預けようと思ってるんで、一刻も早くね、あんま置いてあるんですけど、すでに家の金庫だったらちょっと怖いかなってことで、アタッシュケース2個分ぐらいは別金庫、貸金庫に預けちゃおうかなって思ってます、だから見納めになっちゃうんですよね、見納めや、最終僕としてはもっとでかい、うん、バカでかい、もう誰も突破できないような、なんかハリーポッターとか出てくるような金庫買ってそれで家とか、まあ、事務所とかにそれ設置しようかなと考えてるんで、それが設置できたらいつでも眺めれる状態になる、あーなるほど、いう感じです、もうだからこういう感じでピシューってやつ、あー煙出るやつ、あれを買いたいんですよね、賢者の石入ってるよ、ね、そう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 このレベルの金庫が欲しいなと考えてるんでそういうのをいずれはね、やっぱその見れないの嫌なんですよこれ、まあ確かに、そうそう、干渉しちゃう、干渉するのが一番大事なんで、その価値を落とす落とさないよりも俺が満たされるか満たされないかの方が大事なんですよね、なってくるとあんま預けたくないっていう、まあ、だ一時的には一旦厳重なところに預けとこうかなっていうふうに思ってます、はい、というわけで今回はヤフオクで落札しまくるというテイストだったんですけどね、いろんなテイストありますね、うん、だからそのそうカード開封で当てるボックスから当てるパターンもあれば、オリパから当てる、福袋から当てる、シングルで買う、落札するっていう、さまざまなテイストで僕はもうカード開封動画を撮り続けようと思ってるので、ね、熱意が違うんですよね、だからもう思いつく動画全部ポケカ絡みやもん今の現状正直そうなっちゃってるんですよね、体が追い求めてるんですよ、だって今リーディゲットしてマリーゲットしたのにもう一枚欲しいって今もうもうなったわけ、だから一旦これ心沈めるためになんか一旦卵かけご飯とか食います一旦落ち着かへんなんだからそうもうこれ以上止まらへん、今俺ずっとなんか秋葉原向いて寝とるもんずっと卵かけがもう寝て気づいたら秋葉原向いてずっともうだから寝ながらもう秋葉原に向かおうとしようやばいやばい、そういう状態で禁断症状出ちゃってるんだよでもねそれもねやっぱねみんなが面白いって言ってくれるんで、俺ねサブチャンネルでもカード開封してるし、なんなら最近TikTok ライブでもカード開封してる、あ確かに、それがめっちゃ受け取るわけよ出とるもんなすごい、で TikTok ライブでもらったギフトは全部ポケカに変わるから、もうだからサブチャンネル TikTok ライブツイキャス3方向からポケカに行こうとしようかな確かにそうすごいことになってるマジでメインにも出てきたそうなんですよね、まあ、そんな感じでね最高のポケカライフ、もう一番いい趣味をもう31歳にして見つけたんでね、まあ、今後も楽しんできたらなと思いますじゃあ今回これで終わります、ありがとうございました。ちょっと秋葉行く、え秋葉行く、でも今手に入れたばっかじゃないですか、もうこんだけ手に入れて、うん、まあでもまあ今日ではないからな、勝ったのいやいや開けたのは今日っすよ、うん、でも勝ったのは今日じゃないから結構前、うん俺も1日1ポケ買ってる、僕は1枚だけ買いに行く、1枚だけ1枚だけ1枚収まれへんこれ1日1ポケ買
1日1リリエ365リリエ、うん、だからあれ YouTuber が調整しとるやん、1年間なんとか生活みたいな、もうリリエ生活したよ、うん、1日1リリエこれ1日1リリエ迎えていったらどうなるんや、安くても100万ぐらいか、3億6500万やばいですよ、えぐいことあるな、まあ、止めないと、うん、いや止めとんねん俺前から PSA 、うん、だった場合確かに7億いきますからね、7億か、7億、まあまあやばいでもいけるな